やあみんな、私のチャンネルの新しい動画へようこそ。私はブラジル人でエルデンリングコミュニティの皆さんにお願いがあります。ああ、プレイしたり見たりした方ならエルデンリングの DLC が素晴らしい芸術作品であることをご存知でしょう。しかし私の意見では DLC の焦点であるミケラは十分に活用されていません。ああ、そこで皆さんの助けを借りて、From Software のソーシャルメディアに新しいクエストを追加してもらうようにお願いしたいと思います。それはミケラやステンツリーナのパンリョになれるクエストです。ミケラは多くの可能性を秘めた素晴らしいキャラクターであり、彼を追随するかどうか選択できるようになることは DLC にとって素晴らしい追加要素になるでしょう。どうか From Software のソーシャルメディアに新しいアップデートを求めていただけないでしょうか。私は無名の存在であまり影響力はありませんが、少なくともこのアイデアを From Software に届けたいと思っています。皆さんのご協力に感謝します。